11月12日午前の取引が終了しました。日経平均株価は続伸しています。今日の全引けは昨日との比較で334円35銭高の 29,612 円21銭となりました。トピックス東証株価指数も 24.57 ポイント高、 JPX 日経平均 223.44 ポイント高、それぞれ 1% を超す大幅続伸です。東証一部値上がり銘柄数は全体の約 78%、 1696銘柄、これに対して値下がりが約 18%、 402銘柄、変わらずが 4% 弱ありました。トピックス規模別株価指数もいずれも上昇、大型中型小型揃って3指数ともに 1% を超す大幅高、全体的にまんべんなく買われているという今日の前場の試合です。ただ商いは多くはありません。全引けの売買高6億9100万株余り、売買代金1兆4823億円、1兆5000億、節目の1兆5000億には届かなかったという水準でありますが、今日は株価指数オプションなどの SQ 算出、いわゆる生産日に当たっておりまして、それに伴う商いで若干かさ上げされている面があります。あるいは決算発表などがいよいよ最終盤ということもありまして、決算プレーも続いているということなども考えますと、売買代金1兆4000億円台の全引けの水準というのは多くはないと、むしろ少なめということになるかと思います。今日は朝方から全体的に買い注文先行しました。昨日日経平均株価5営業日ぶりに反発しておりましたが、この流れが持続している形です。昨日の欧米市場ではヨーロッパ株が全体的に堅調、アメリカではニューヨークダウは下げて終わっておりますが、ただハイテク系のウエイトの高いナスダック指数などが上昇したといった動きが追い風になりました。日経平均株価は先週後半から今週半ばにかけて調整したということで2万9000円近くまで下げたという動きもありました。このため値頃感なども働きやすくなっておりまして、決算発表が好調だった銘柄などに買い注文が入っております。海外勢などの一部見直し買いなどが流入しているといった見方もありまして、日経平均株価2万9600円台まで戻して全引けとなっております。為替相場がじわり円安方向に振れているといったことなども輸出関連株などには買い安心感をもたらしていると言えます。そういった中で上昇した銘柄といたしましては、為替が円安傾向、これが追い風となりまして、自動車株が全体的に堅調でした。代表格国内最大手のトヨタ自動車7203なども堅調な展開となっておりまして、相場全体への安心感にもつながっている面があります。部品株や素材株、素材など幅広い銘柄に影響を与える自動車株が堅調だということが、東京市場全体にとっても非常に大きな意味があると言えると思います。逆に下げている銘柄といたしましては、個別に決算発表を受けて大きく売られておりますのが、 IT 転職者向け求人サイトグリーンなどを運営いたしますアトラエ6194、こちらが一時ストップ安まで売られる場面が見られております。昨日の引け後に発表いたしました前9月期決算は実質大幅な増収増益となっておりました。ただ合わせて発表しました今期22年9月期の予想では実質的には大幅な減益が見込まれているということが明らかになって、嫌気売りに押されている形です。以上、今日全引けの模様東証アローズからお伝えしました。